台北沿館は台湾台北市大道区に位置していた飲食商業施設。南京西寺、ネーカロ、重京北路が交差する場所のロータリーに設けられた建物で旧省の県政沿館は所在地の休業制区域名称である県政区に由来する。2017年以後は緑地となり市民に開放されている。2003年から2016年までの沿館の 建物前身は日本統治時代の1908年大通りが交差する地点に形成された円形の小型公園で円公園と呼んだ。その後淡水線開通に伴い大稲地区の中心地として屋台街が形成された。太平洋戦争が始まると1943年の台北大空襲以降は防空用貯水地とされたが、 日本の敗戦に伴い屋台街として復活、1980年代までは台北市のランドマークとされた。しかし、台北市の商業中心地が板港構区に移ると、沿岸の商業的地位が下落、1993年及び1999年に発生した火災により荒廃すると10年にわたり放置された。2002年に、 バエー,キューが台北市長に就任すると設計士のリソハラの協力を得て2億台湾ドルを投資し、県政円管美食館を建設、屋台型飲食店を中心としての再開発を目指した。しかし、以前入店していた人気店は後輩期間中に自己資金で外部で開業しており、円管への再出店が行われず、2階部分が全く利用されないばかりか、 一階の20店舗のスペースにわずか6店しか入店しない状況となり、経営が立ち行かない状況となり、2006年7月2日に営業を正式に終了した。2008年、台北市政府は県政援館を台北援館と解消、2009年6月22日に内部の改装を行い再開業した。しかしテナント出店したカーキラ講師とのテナント料について、 市政府側と摩擦が発生2011年5月1日に閉店2012年4月9日にあまり省及び連行集団により再度営業が再開されたが再び円管の将来像をめぐる論争が起こり2015年に市長の下文鉄は2016年7月以降のあまり省及び連行集団との契約更新は行わないとした 2016年7月に管理が台北市政府に移って以降、建物の取り壊しが行われ、2017年7月に緑地や噴水のある公園に生まれ変わった。建設の過程で再発見された戦時中の防空貯水池の後も公園の一部として保存されている。ありがとうございます。